リニューアル以前の外観横手市増田漫画美術館は、秋田県横手市増田町にある美術館。増田町出身の漫画家である矢口孝夫の異業を、記念し、1995年10月に、日本で初めて漫画をテーマにした美術館として開館した。当初は、矢口孝夫記念館にする計画があったが、名前を付けると私が終わると終わりますからという。 本人の理由から自身が亡くなった後のことを考慮して、現在の鑑名に決定した。1995年10月に、公民館、図書館、郷土資料館を併設する複合施設、マスダフレアイプラザ内に開館した。なお、リニューアル後は複合施設の一部ではなく、独立した施設となった。矢口の全作品を年代を追って紹介し、単行本や原画を展示しているほか、 国内外の著名な漫画家たちの協力も得て、原画などを常設展示している。館内では漫画の単行本や雑誌も閲覧できることから、みんなの漫画美術館として運営されている。2005年10月1日、市町村合併のため名称が、マスダ漫画美術館から、横手市マスダ漫画美術館に改称されている。また特別企画展として、 著名な漫画家の原画の展示を行うとともに、漫画家によるトークイベントやサイン会などを数多く開催している2017年4月1日から2019年4月30日までリニューアル工事のため休館し、2019年5月1日にグランドオープンした。リニューアル後は複合施設ではなく漫画美術館、単独施設として生まれ変わり、矢口孝夫が名誉館長に就任した。 2020年5月1日、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律に基づき、観光庁大臣認定を受けた。2020年11月の矢口の死去以降、名誉館長不在の状態が続いたが、2021年4月より、高橋義弘が新名誉館長に就任することが発表された。高橋は2017年に、 自身の漫画原画を同美術館に預け、原画保存の取り組みに理解を示し、協力していた。ナンバー251、釣り吉、三平の矢口孝夫さんから発掘。NHK、2021年9月29日、閲覧。ABC、当館について、横手市松田漫画美術館。2021年9月29日閲覧 a b c 当館について横手市増田漫画美術館2 0 2 1年9月2 9日閲覧漫画美術館名誉館長。 釣り吉、三平矢口孝夫さんから銀河高橋義弘さんに読売新聞2021年3月29日2021年3月29日閲覧 ABC ご利用案内横手市増田漫画美術館2021年9月29日閲覧ありがとうございます